最適解があると思っちゃってるんですね。 正しい行動というのがあって、それを自分はしただろうか、間違ったんではないだろうか、小さい失敗を年がら年中やっとかないとまずいと思うんですけどね。だから、常に正しい選択をしてる時の方が人間はやばいと思います。いかに辛いことに出会わないようにするのか、いかに失敗を少なくするのか、いかに楽しいこと楽しいこと楽しいことばっかりっていう、そういうね、スイーツパラダイスにいて毎日ケーキ食ってる幸せみたいなですね、幼稚園児が考えるみたいな幸せじゃないんですよね。<laughs> アスマさん、20代男性ですね。私は未来に対して不安がちになりがちなタイプです。自分の将来が決まる選択をする際には、失敗してしまった時の妄想が脳裏をよぎり、吐き気等の症状が出てしまいます。大変ですね。人間である以上、こういった不安から逃げられないことは承知していますが、もっとマシな方に持っていきたいです。どうしたらこういった不安とうまく付き合うことができるでしょうか もう一人、モナカさん。20代男性です。最近テレビなどの変更報道がとどまるところを知らず、政治でも次の選挙で何が何でも自民党を引きずり下ろそうという本気度を感じてしまいます。もしテレビの言う通りに流される人がとても多く、目論見み通りになってしまったらと思うと怖くて仕方がありません。サイコパスツの岡田さんは不安でたまらなくなった時に薬以外でどうやって平常心を取り戻そうとしていますかあの、これ二人分読み出したんです、読んだんですけども、あの、本当にね、申し訳ないんですけども、共感できないんですよ。ごめんなさい。 本当、人間って面白いなと思っちゃうんですね。こういうふうなお便りを読むと、それを不安に思うのかとは。まず、下のもなかさんの不安は、社会というスケールの大きなもの。つまり、日本はどうなってしまうんだとか、マスコミが、自民党がというのが気になるわけですよね。そういうスケールが大きなものを、 を不安になるっていうのは、やっぱあの自分を過大評価してるからだと僕は思っちゃうんですよね。つまり自分が何かしないと社会はダメになる。自分はこういうことに気がついてると。でもどうしていいかわかんないって思うからやっぱ社会全体が不安になるだと思うんですけども、僕にとって社会っていうのはどういうふうに見えてるのかっていうと、マリオみたいなもんです。アクションゲームなんですね。 で、面をクリアすると、ルール変わるじゃないですか。さっきまで、ボタンを押したらジャンプするのが、面が変わると急に水の中になって、ボタンを押したら泳ぐになって、ちょっと泳ぐ時に上昇するとかですね。で、さっきまでこの地面を歩いた奴らが、急にあの海の中を泳いでるイカみたいな魚みたいなやつが出てきたりして、全然ルール変わっちゃいますよね。例えばそのマスコミが自民党を引きずり下ろすでもいいですし、日本が戦争にまくれでも何でもいいんですけども、それはいわゆる面がクリアされて、 ルールが変わる瞬間だと思うんですよ。で、ルールが変わったら新しいルールっていうのは何なのかっていうのを見て、またゲームを続ければいいというふうに僕は考えちゃうんですかね。ルールが変わったら、まあそれまであの使ってたあの武器が使えなくなったり敵が強くなったりってことはあると思うんですけども、自民党がどうなろうがマスコミがどうだろうがですね、それは面がクリアされてというだけでですね、別次のゲームも面白がれば、 いいんじゃないかなというふうに思います。すいません。もう本当にね、共感できながらこういうふうな話になっちゃうんですけども、次の上のアスマさんの場合はですね、最適解があると思っちゃってますね。 何かするときに正しい行動というのがあって、それを自分はしただろうか、間違ったんではないだろうか。で間違えると自分は偉い失敗でとんでもないことになるんじゃないのかという不安がある。まあそれは正しい答えがあると思ってるからなんですけども、いや、失敗してもリカバーすれば問題ないし、あとね、失敗してリカバーしないとリカバー力が落ちちゃうじゃないですか。 だから失敗しないことよりも大事なことはリカバー力を落とさないことなんですよね。リカバー力さえあれば多少判断を間違えてもどうにでもなるんですけどもリカバー力がつまり失敗して何かをリカバーするという経験というか常にそれをある程度自分の 筋肉として使っとかないとですね、しょうもない失敗でもですね、どん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 落ちていく一方なのでですね、リカバー力というのを常に高めとくはためには、小さい失敗を年がら年中やっとかないとまずいと思うんですけどね。だから常に正しい選択をしてるときの方が人間はやばいと思います。だから成功してる人ってなんかすっ転ぶと、 すごい落ちちゃうのは何かっていうと、周りにイエスマンしかいないし、自分としては権力がどんどん上がってる気がしてるんですけども、リカバー力がすごい落ちてることに気がつかないからだと思いますね。なので、あの、不安っていうのはね、あの、なくならないし、まあ、そのための心配もしてるんでしょうけどもね、アスマンさんに関しては僕はあの、真面目に不安になってないと思いますね。不安な気分で遊んでるだけなんですよ。だから、もっと真面目に不安になってほしいです。不安になるなじゃないんですよ。不安に、 が足りてないんですよ。ちゃんと不安にはまって、真剣に不安になると、じゃあそういう場合どうするだろうってリカバーを考えるから、 それをやった方がいいですよあ。なんかね、下手に不安から逃れようとしたりして、不安になって俺ってダメだって思っちゃうんでしょうけども、不安が足りてないと思います。ホリエモンというのは、ホリエモンがいた方が、この世界は面白いなというふうに僕は考えるんだけども、翻って自分たちを考えてみたらさ、えー、僕らはこの世界に必要なんだろうかというふうに感じしてしまう。だから自伝っていうのはさ、読んだら面白いんだけど、読んだ後、元気もらえるんだけど、切ないっていうのはそこがあるよね。なんか、この世の中に自分っていうのは、 は必要だろうかっていうのはいつも僕らをね憂鬱にさせたり劣等感を芽生えさせたりするんだよね。自分がこの世界に必要なんだっていう根拠なんかないのが当たり前でさ、ある人間の方がおかしいんだよ。普通あるかどうかってその根拠っていうのを金とかさ、だから家族と愛情とかさ、仕事とかさ。 友達とのつながりとかさ正義とかさそういうふうなところになんか根拠っていうのを求めるんだけどさこいつ面白いんだよリエモンっていうのはさ全く根拠を求めないんだよね。なんでかっていうと内政があまりなないからなんだつまり自分は本当は何したいんだろうかというのがあまりなくてこの本の中に出てくるホリエモンの哲学っていうのは流れに任せるとあと目の前のことに集中するともうこの2つだけなんだ。とににかかくくんなくなったら流れに任せろ で何かやることがあったら目の前のことに集中しろっていうふうなことを彼はこの中で何回も言ってるんだ。それは自分が何で存在するんだろうとか自分は役に立つんだろうかとか自分はこの世界に必要なんだろうかっていう根拠みたいなことに全く 流されずに、今やることあることを一生懸命やったら悩むことなんかなくなるよと、ほとんどね人生に悩んでる奴は腹筋しろって言ってる三島由紀夫みたいな考え方なんだけどさなので堀エモ門は死ぬことをすごい怖がるんだよもう小学校の頃さ人間はいつか死ぬ俺もいつか死ぬんだっていうふうに考えてすごい怖くてで何日も何日もそのことで悩み続けてずーっと今もういまだになんかあの年に何回か もう怖くて怖くてしょうがなくなると。でも 怖くない時が一回だけあって、それは何かっていうと大学の留年し続けて会社立ち上げて2年間ぐらいものすごく忙しかったんだってこのものすごく忙しかった2年間だけそのいつか自分は死ぬということを一回も考えなかったんだってなので俺はもう忙しいということに決めたって言ってそっから先目の前のことに集中するってのは何かって言ったら彼にとっては恐怖から逃げる方法だってそうもう本当、小学校4年生だろうこいつ。面白いんだよ。根拠にね悩む。 自分は生きてていいんだろうかとかさ、自分はこの世の中に必要なんだろうかっていうのは、なんかね自分の人生にね意味がないことっていうのに。 を恐れてしまうんだよね。ホリエモンみたいに死ぬことを恐れてる人間は生きてるだけでもう儲けだからさ生きることに一生懸命でそういう哲学的なことに悩んでる暇がないんでっていうのはホリエモンにとって哲学っていうのは悩んだ瞬間に異常な暗闇が襲ってくる恐怖のものなんだよね。僕らみたいに哲学っていうのをほって気軽に考えられるほど気楽なに世界に生きてない。もっと生きるか死ぬかっていうのは変だけど切迫した世界に生きてる。だから我が党 っていうタイトルをつけたのは彼にとって人生というのはずっと戦いであってなんでかというと戦い続けないと死んじゃうからなんだな死んじゃうっていうんじゃ死ぬ恐怖に自分が負けてしまうから。 なんだよえー、僕らはねその根拠に悩むじゃん自分が人生っていうのを根拠に悩むじゃん。で自分の人生に意味がないことを恐れてしまうから意味がないことを恐れるあまり自分の人生に意味がなかったんだとか自分は誰かに必要とされなかったんだということを恐れるあまり失敗を怖がっちゃうんだよねだから人生に対して貪欲になれないホリエモンみたいに「変えるのじゃあ近鉄バファローズ」とか「ええー、変えるのじゃあフジテレビ」とか「ええー、慣れそうなのじゃあ国会議員」っていうふうに前へ前へ行こうとするんではなくてなんか適当に。 そところで手を打って。 あとは気楽に生きてきゃいいやとかあとは食えればいいやっていう風に生きちゃうんだよねだ多分そういうのをホリエモンはすごい嫌がってる逆に言えばこれからグローバリズムの世界の中で食えればいいやみたいなやつは死んじゃうぞと逆に俺みたいに前へ前へ行こうとしない限り70億人が一斉に生存競争する世界で生きていけねえよっていう風に思っちゃうんだよねなんかそこら辺がホリエモンが今近畿大学のさ大学の卒業式かなんかの言葉で言ったとにかく目の やっぱあいつ同じこと言ってんだよなもう目の前のことに集中しろって言ってんだけどさ一生懸命やるって言ったんだけどもそれもねあのやっぱ堀エモ門の基本的なな考え方なんだ自分でだから僕らは欲望っていうのは実はあんまりないからさ平和になんか気楽に生きていきたいぐらいをゴールに考えてるから堀エモ門みたいに貪欲になれない。 岡田さんは何歳,が一番楽しい何歳が一番楽しいと感じるかに関しては僕は基本的に今ですね55歳が一番楽しいですよそれは真面目な話僕の人生で一番つまんなかったのは多分 十歳か十一歳の小学校四年か五年ぐらいの時ですね。友達もいなくて。給食は残しちゃいけなくて、もうすでに太り始めて、だから毎日昼休みは。肥満児教室っていうですね。ところに行って、昼休み縄跳び四百回させられて <laughs>、うん。地獄のような日々でしたから。<laughs> 肥満児教室って知らない隔離病棟。そうですよ。<laughs> つまり、学校でですね。その太ってる子供たちは。毎日保健室に集合になって、昼休みないんですね。腹筋やらされて。 なーおまけに僕は好き嫌いが多かったので,です、ね、給食をです、ね、全部食べなきゃいけなかったんですけどこの給食を全部食べなきゃいけないというのに関してはいまだに僕はもう本当に今から喋れって言われたら多分俺喋ってる最中に泣き出すぐらい。<laughs> つ <laughs> らかったし SF すごい好きだったのに小遣い全然ないから買えなかったしテレビはその録画できないです、ね、当たり前ですから、ね、だから1回しか見れないから好きな番組って言っても次にいつやるのかわかんないしですねでその時代から中学校ぐらいになってもうちょっとマシになってきてところが高校になったらまた。 自分のねちょっと学力を超えた高校に背伸びして入っちゃったもんでまたこう辛い時代があって大学に入った辺りからちょっとずつ楽になってそっから先の人生はもうあの3年前にフリックスですね今のフリックスその頃はオタキング EX って言ったんですけどその組織を作った時は将来 に不安がないわけじゃないけども好きなこと知ってるようなもんだよなって思ったんですけどもフリックス作ってからは間違いなく好きなことしかしてないようになったしそれまでこれまでの自分の人生で家族とか友達っていうのは減る一方だったんですけどもフリックス始めてから仲間っていうのが爆発的に増えて昨日ももう俺は頼むからしてくれるなって思言ってたのに昨日の会議中にです、ね、俺の誕生日サプライズをやりやがってですね。<laughs> <laughs> <laughs> もう毎年毎年俺は人生最後と思うぐらい照れてるんですけども、まあ、これも言っちゃえば幸せなわけですね。何歳が一番楽しいと感じるのかっていうと楽しさだけで言うと毎年毎年増えてるので僕はあのその年が楽しいと思います。だからあの よくわか大沢藝大で話しててもですねもう19歳になりましたもう二十歳になりましたもう大学卒業ですよ人生終わりですよって言ってる人がいたらですね全くわかんなくてお前らは一体よっぽど小学校の時には楽しかったんだなっていうのがあるんですけどそれ以前にいろいろやる楽しさっていうのを予想してないからそんなこと言えるんだと。西原理恵子の毎日母さんを読めと。 男にと付き合って捨てられて暴力にまみれてるんだけどもでも私は子供が残って子供を育ってるって女の人生って何で幸せなんだろうっていうお母さんの話がこうあって。 ああいうのを見たらです、ね、人生ってこっから先楽しいことがいっぱいあって幸せっていうのは辛いことの回避でなくて楽しいことばっかり酔っていくのが幸せではなくていかに辛いことに出会わないようにするのかいかに失敗を少なくするのかいかに楽しいこと楽しいこと楽しいことばっかりっていうなんかねそういうね、スイーツパラダイスにいて毎日ケーキ食ってる幸せみたいなですね楽しさっていうのはいかにどんなに辛いことがあってもそれを乗り越えてそこに何かこう な味わえるものがあると若い頃楽しいと僕は思ったこともないですね。だからもう一回その子供の頃に戻れると言われたらどうしますか？って言ったら全然嬉しくないんですけども。とりあえずあのおもちゃ屋に行ってですね。バルサンのゴジラとかですね。ガラモンとかですね。バラゴンを買おうかなというぐらい。です、ね <laughs>